ははいこんばんばポップです、えー、今日は11月1日金曜日ということで、えー、第一金曜日になりますので、えー、雇用統計の日になりますね。 今日もね、雇用統計をこの15分足のチャートを見ながら、実際にね、スプレッドがどれぐらい開くのか、どういう値動きをするのかというのをね、予想を交えながら解説していきますので、よろしければご視聴ください。そしてね、ちょっと私の方が喉を痛めてしまっておりますので、お聞き苦しいところがありましたら申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。それでは早速、10月の雇用統計の予想をね、見ていきましょう。 まずは失業率でございます。10月の失業率、予想は3.6%ということで、前回の、ね、数字が3.5%だったということで、ね、ハードルは若干下がっているというような予想になっております。そして、非農業部門の雇用者数ですね。こちら、予想が8万9000人の増加に対しまして、前回の、ね、値が13 6000人のプラスということで、こちらも、ね、かなりハードルが下がっている予想になっているというところですね。 最後に時給の2つの項目でございますがまず10月平均時給の前年同月比は予想3.0%の増加ということでこちら、前回の2.9%の増加よりもこちらは反対にハードルが上がっているというところですね。 最後に平均時給の前月比、9月に比べて10月がどうだったかというところですが、予想が0.3%の増加に対して、前回の値が0.0%ということで、こちらも予想よりか、予想はハードルが上がっているという状況でございます。そんな中で予想に対してどういうふうな反応していくかというのを、21時30分、あと3分ちょっとでございますが、それを見ながら解説をしていければと思っております。 今は、ね、ドル円の方は108円を若干割り込んでいる感じですね、107円93銭から95銭ということで、まあ、この、ね、スプレッドもどれぐらい開くかというのを、ね、MT4 の方で雇用統計は、ね、見ていきたいなというところでございます。そして5ドル円に関しては74円、だいたい50銭ぐらいかなというところで、やっぱり、ね、こう動きが続いているというところですね。 えー、ポンド円は140円を若干下回って今130円90銭から94銭というところと、えー、ユーロドルに関しては1.1150付近ということでね、えー、やっぱり雇用統計の、えー、時間が近づくにつれまして、えー、だいぶ値動きが。えー 少なくなって,ているというところで、まあ、雇用統計でね、えー、大きく若干動きますので、まあ、そういったところをね、えー、間近に控えて、寝動きが薄くなっているというところでございます。はい、えー、あとね、1分45秒ぐらいで発表ということなんですけど、今回はね、えー、結構 <laughs>、 予想が、ね、低く出てますので、やっぱり、ね、米中貿易戦争の中で、それで、ね、雇用統計が若干悪いんじゃないかというところから、ね、予想の方が低くなっているというところでございます。ただ、ね、結果はあくまでも予想は織り込まれておりますので予想に対してどうだったかという形になろうかと思いますのでそこは、ね、しっかりとこのあと大体雇用統計始まって雇用統計の、ね、21時30分過ぎた3分ぐらい経ってからですかね。 結果が出てくると思いますので、まあ、このね、えー、動画の中で、えー、お伝えできればと思っております。ちょっとね、喉の方も私も限界になってきましたが、なんとか今日のね、えー、この雇用統計の動画と、あとね、いつもの先進国通貨4ペアと、新興国通貨3ペアの、えー、解説もね、えー、同じくやりまして、まあえー、なんとかね、睡眠をとって体力を回復させたいなというところでございます。えー、今日トレードの方はね、ちょっとお休みをさせていただきまして、えー、実際ね、3連休明けから、 具体的にリアルタイムトレードをね、配信していきたいと思います。これはね、LINE の方で友達追加をしていただいた方にね、送っていきたいなと思いますので、もしよろしければご参加の方よろしくお願いいたします。はい、残り20秒となりましたね。スプレッドの方はまだ開いて、若干開いてきましたね。ちょっと値動きもね、うろうろしてきましたので、これから変わっていきます。はいじゃあ10秒前ですね。9、8、7、6、5、 4、3、2、1。はい。じゃあ初動はどうでしょうか。はい。えー、まずドル円を見てみますと、一気にね、円安方向に触れて、108円を、えー、回復したということですね。えー、108円10銭から、えーまあ、10銭前後というところですね。えー、5ドルの方は、えー、そんなに動かずというところですが、値動きはね、ちょっと激しくなっているかなというところですね。 えー、そして、えー、ポンドの方もそこまで大きく変わらずということですが、一応若干、ね、円安方向で1 4 4回復、えー、そしてユーロドルに関してはドル円が上がっているというところから、えー、下方向に、ねえー、攻めているということで、えー、かなり、ね、ドルの方が高くなっているということで、まあ、この指標的には良、えー、かったんじゃないかなというところですね、えー、雇用者数の方は良かったんじゃないかということで、えー、結構、ね、伸びているかなというところでございます。 直近のね FOMC では一回利下げしてですね、これで一回止まるかもというところがありましたので、もし今回ね雇用統計が良ければ、次回のね FOMC では利下げする理由がないので、為替は円,高円安方向に向かうかなというところと、あとドル高方向に行くだろうというところですね。 ということで、初動の方は先ほどね、108円20銭ぐらいまで上がりましたが、円安ドル高方向でございますので、おそらく雇用統計の結果は良かったんじゃないかなというところになりますね。また結果が出次第、どんどんね、お伝えしていきたいなと思いますが、初動を見る限りは雇用統計の結果は良かったんじゃないかというところですね。もう少しね、眺めておきましょうというところですが、108円20銭もやっぱり超えてね、順調に伸びているのが今、ドル円の相場でございます。 その他ね、5ドル円とポンド円の方も若干円安方向に進んでおりまして、5ドルの方は、ね、74円60銭ぐらいまで上がってきたというところと、ポンドの方も、ね、140円を大きく超えてきたというところですね。反対にドルが上がれば上がるほどユーロドルの方は下がるということで、ね、ユーロが相対的に売られるという形になっております。はい、これでね、ちょっともうちょっと、ね、時間軸を変えたチャートも見てみましょうか。 こちらがドル円の15分足と、あとですね、ドル円の60分足ということで、15分足の方はね、かなり値動きがね、108円から死んでおりましたが、一気にね、ここで108円20銭を回復してきたというところですね。ただね、60分足見てもそんなにね、大きな動きではないので、まあ、インパクトにかけますが、若干ね、雇用統計が良かったんじゃないかなという状況でございます。はい、結果の方はね、まだ出てこないですね。 今ちょうどね、2分ぐらい経ちましたので、あとぼちぼちしたらですね、結果が出てくるからというところでございますが、えー、とうとうね、ドル円の方は108円25銭ぐらいまで上がってきましたね。えー、相変わらず、これはフェイクではなくて、えー、円安方向が続いているというところです。えー、5ドルポンド円の方もかなりね、円安方向に進んできているということで、全体的にリスクオン相場が続いてきているというところですね。 ぼちぼち出てもおかしくないかなというところですが、えー、まだね、えー、出ないようですので、もう少しね、えー、お待ちいただければと思います。えー、皆さんね、体調どうでしょうかね私の方はね、喉からいつも来ますので、かなりね、風邪をひきますと喉をやられてしまうという形ですが、これからね、季節変わってきますんでね、あとインフルエンザもね、まあえー、これから流行ってくると思いますので、注意していただければという形ですね。 えーっと、もう少しで出てくるかなというところですが、まだ出てこないですね、結果の方はね。はい、3分経ちましたので、そろそろかなとは思うんですが、えー、っと、出てきましたね。 はい、えー、では結果申し上げます、えー、10月の失業率ですね、えー、結果3.6%ということで、えー、予想の3.6%と、えー、全く同じという形でございます。えー、そして、えー、非農業部門の雇用者数ですね、これが良かったですね、えー、結果12万8000人のプラスということで、えー、予想の8万9000人のプラスに対して、約4万円弱の、ねえー、上振れをしているというところで、えー、これが原因で、ね、円安ドル高方向に行ったんじゃないかというところでございます。 あと、時給に関しましては、えー、まず前年同月比。 これは予想と同じように、ですね、結果3.0%ということで、こちらは予想通りというところと、平均時給の前月比ですね、これは若干悪くて、結果が0.2%、予想が0.3%ということで、0.1%、予想よりかは悪かったんですが、総じて言えば、ですね、非農業部門の雇用者数が大幅に増えたというところを受けまして、円安方向ですね。リスクオンの相場に になっていいいるという状況でございます、まあ、このあとね、えー、よく雇用統計は全戻しという言葉がありますが、えー、今日う一日ね、ニューヨークマーケットのクローズまでですね、108円をキープできるかどうかというところがね、えー、ポイントになってこようかと思いますので、まあ、そのあたりをね、えー、しっかりと後の動画でも解説をしていきたいなと思っております。はい。い、え、ま、ー、だね、ドル円の方は108円20銭を超えているということで、えー、大きくね <laughs>、 フェイクが入って逆行するということは、これはねなくなったかなと思いますが、このあとね、22時、えー、30分ほどからですね、ニューヨークマーケットを開きますので、まあ、そういったところで、ね、初動はどのように動くかというところも注目がしたいところでございます。はい、ではねそそろそろ時間になって できたかなと思いますので一旦ねこちらの解説は以上ととしたいと思い思ますこの後ね、先ほどもお話ししたとおり、先進国通貨ですね。この米ドル円、豪ドル円、ポンド円、ユーロドルのね、先進国の4通貨の解説と、あとね、新興国、こちらには出ておりませんが、新興国通貨のトルコリラ円、メキシコペソ円、南アフリカランド円ですね。この3つの合わせてね7つの解説を順番にしていきますので、よろしければそちらのチャンネルもご ご覧いただければと思います。はい、えー、雇用統計10月分はですね、えー、以上でございます。えー、また、えー、動画の解説で、えー、お会いしましょう、えー。雇用統計は以上です。バイバイ。